加齢黄斑変性は目の病気です。高齢化や食生活の欧米化に伴って日本でも増加傾向にあります。今回は加齢黄斑変性です。加齢黄斑変性は、年齢により網膜の中心部にある黄斑に障害を生じ、物が歪んで見えたり、見ているものの中心が見えなくなってしまう病気です。50歳以降からご高齢になるほど増えると言われ、進行すると日常生活を送ることが困難になります。日本では2007年の調査から人口に換算して約70万人の患者さんがいると言われています。白内障や緑内障に比べると少ない病気ですが、日本でも以前からあり、高齢化や生活習慣の欧米化に伴い増加傾向にあります。また喫煙が非常に高い危険因子であると言われています。加齢黄斑変性には浸出性と萎縮性があります。浸出性は進行が早くて、治療しないでいると視力が低下して見え方の異常が急速に進みます。萎縮性はゆっくり進行していき、視力が少しずつ低下していくので、定期的な眼科検診が必要です。萎縮性は現在有効な治療方法がありません。比率としては圧倒的に浸出性が多く、進行が早く障害も強いのですが、治療方法があります。加齢黄斑変性の症状を、眼底写真と実際の見え方でご説明いたします。これは正常の方の見え方です。浸出性加齢黄斑変性の初期症状は変質という歪んで見えることから始まることが多いのですが、黄斑部に出血や腫れを生じることで視野の中心が歪んで見えます。進行すると中心部が見えなくなります。光もわからなくなるような完全な失明は稀ですが、視力が著しく低下するために日常生活を送ることが困難となり、社会的な失明となる場合があります。加齢黄斑変性の初期症状は変質という歪んで見えることから始まることが多いのですが、これは両目で見ていると気がつきにくいため、こう片目ずつでチェックをすることが重要となります。加齢黄斑変性は早い時期に症状に気づくことが大切です。自己チェックで症状に気づくことができます。片目を手で隠し、片目ずつ行います。そして物を見た時に歪みがないか、中心が見えているかなどの目の異常がないかをチェックします。おかしいと思ったら眼科を受診しましょう。加齢黄斑変性の検査として、まずは歪みがないかアムスラーチャートを用いて調べます。これは片目ずつで見ていただき、マス目が正常に見えているかをチェックします。マス目の歪みがある場合やマス目の一部が欠けている場合には、加齢黄斑変性の疑いがあります。その他に眼科での検査としては、視力や眼圧といった一般的な検査の他に、網膜の断面図や眼底の造影写真といった画像診断を行っていきます。加齢黄斑変性の治療ですが、以前は一部にレーザーが用いられる程度で、ほとんどが治療不可能でした。近年は特殊なレーザーと特殊な薬剤を用いる PDT 光線力学療法や、眼球に直接薬剤を注射する抗 VEGF 抗体療法などが登場し、加齢黄斑変性に直接治療を行うことが可能となりました。病気のタイプによってこれらを単独もしくは組み合わせで行い、治療は数回要することが多いのですが、早期に開始することによって視力を維持できるようになってきました。加齢黄斑変性の予防のためには、喫煙を避け、緑黄色野菜などもバランスよく摂りましょう。早期発見、早期治療が非常に重要となりますので、50歳を過ぎたら眼科検診をお勧めいたします。また普段からの自己チェックを行いましょう。人間は両目で補い合いながら物を見ておりますので、片目に異常があってもなかなか気づきません。時々片目で物を見てみましょう。思わぬ病気に気づくことがあるかもしれません。